プロ野球界に激震が走っています。中日ドラゴンズの守護神、マルティネス投手の契約更改が大きな注目を集めているのです。今季、驚異的な43セーブを挙げ、2年ぶり2度目のセーブ王に輝いたマルティネス選手。その圧倒的な投球は、まさに、絶対的守護神の名にふさわしいものでした。防御率 1.11、奪三振率 9.00 という数字は、彼がいかに打者を寄せ付けなかったかを如実に物語っています。しかし、そんな彼の去就が今、不透明になっているのです。シーズン終了後、マルティネス選手は契約更改の交渉に入ります。現在の推定年俸2億円からの大幅アップは確実視されていますが、果たしてそれだけで彼を引き止められるのでしょうか。中日ドラゴンズにとって、マルティネス選手の存在は絶大です。チーム防御率 3.00 の中で、彼だけが突出した成績を残しています。しかし、チームの低迷もまた事実。今年も最下位に沈むチームに、果たしてマルティネス選手は残留を決意するのでしょうか。一方で、他球団の動きも気になるところです。強豪チームが、この守護神の獲得に名乗りを上げる可能性は十分にあります。さらには、メジャーリーグへの挑戦という選択肢もあるでしょう。27歳という年齢は、まさに選手生命のピーク。この重要な時期に、マルティネス選手はどのような決断を下すのか、その選択は、彼自身のキャリアはもちろん、中日ドラゴンズの未来、そして日本プロ野球界全体にも大きな影響を与えることになるでしょう。今回は、このマルティネス投手の契約更改について、様々な角度から詳しく見ていきたいと思います。彼の成績、中日ドラゴンズの現状、他球団の動向、そして過去の類似事例なども踏まえながら、考察を進めていきましょう。まずは、マルティネス投手の今季の驚異的な活躍を振り返ってみましょう。彼の成績を簡単におさらいすると、59試合に登板し、防御率 1.11、43セーブを記録しています。これは2年ぶり2度目のセーブ王獲得につながる素晴らしい成績です。さらに詳しく見ていくと、57イニングで被安打34、奪三振57、四死球わずか10という驚異的な数字が並んでいます。この成績がいかに凄まじいか、リーグ平均との比較で見てみましょう。セリーグ全体の平均防御率 3.42、マルティネス選手は約3分の1、セリーグ平均奪三振率 7.9、マルティネス選手は 9.00、セリーグ平均四死球率 3.1、マルティネス選手は 1.58、つまり、リーグ平均と比べて圧倒的に抑えており、奪三振は多く、四死球は少ないという、まさに理想的な投手像を体現しているんです。特筆すべきは、マルティネス投手の驚異的な制球力です。四死球率 1.58 という数字は、100球投げて 1.5 個程度しか四球を与えていないことを意味します。これは、打者にとって常に攻められているプレッシャーを生み出し、結果として被安打率の低さにもつながっているんですね。さらに注目すべきは、マルティネス投手の安定感です。過去3年間の成績を見てみましょう。2022年は56試合、防御率 0.97、39セーブ。2023年は48試合、防御率 0.39、32セーブ。2024年は59試合、防御率 1.11、43セーブ。と3年連続で防御率1点台以下、30セーブ以上をマークしています。これだけ安定して高いパフォーマンスを発揮できる選手は、まさにエースリリーバーと呼ぶにふさわしいでしょう。この安定感は、精神面の強さも物語っています。クローザーという役割は、常にプレッシャーと隣り合わせです。1点リードの9回裏、2アウトまで取っても、一発で逆転される可能性がある。そんな状況で、これだけの成績を残せるのは、並々ならぬメンタルの強さがあればこそです。また、マルティネス投手の投球スタイルも特筆に値します。最速150キロ超えの直球と鋭く落ちるスプリットを武器に、打者を翻弄します。特に決め球のスプリットは、ストライクゾーン手前でボールのように見えて、最後の瞬間に急落下する、魔球として知られています。
このような卓越した能力と実績を持つマルティネス投手は、間違いなく日本プロ野球を代表する投手の一人と言えるでしょう。その彼の去就が、今、大きな注目を集めているのです。中日ドラゴンズは今季、リーグ最下位の6位に沈んでいます。この厳しい状況を生み出している課題について、詳しく見ていきましょう。まず最大の課題は、打線の弱さです。チーム打率は2割4分3厘とリーグ4位ながら、得点派369、10月4日時点、ベリーグ6位と低迷しています。首位の読売ジャイアンツと比べると、91点もの差があります。これは、勝敗を分ける決定的な要因となっています。この打線の弱さは、選手層の薄さにも起因しています。主軸として期待された選手の不振や、若手選手の成長の遅れが、チーム全体の得点力低下につながっているのです。次に、先発陣の不安定さも大きな課題です。チーム防御率は 3.00 とリーグ4位で、一見それほど悪くない数字に見えます。しかし、この数字はマルティネス投手をはじめとする優秀な中継ぎ陣に支えられている面が大きいのです。先発陣を見てみると、完投が1試合もないことが象徴的です。先発投手が試合を作れていないことが、中継ぎ陣への負担増加につながっています。これは長期的に見れば、チーム全体の疲労につながる危険性があります。さらに、若手の育成も喫緊の課題です。近年、即戦力となる若手選手の台頭が少ないのが現状です。これは、チームの将来性に不安を抱かせる要因となっています。ベテラン選手の多くが成績不振に陥る中、若手が台頭してこないことで、チーム全体の活力が失われているのです。財政面での制約も、中日ドラゴンズの課題の一つです。ここ数年の推定年俸総額を見ると、2022年が約35億円、2023年が約33億円、2024年が約36億円と大きな変動がありません。これは積極的な補強や若手の獲得、育成に投資する余裕が限られていることを示しています。この状況下で、マルティネス投手の大幅増額は他の補強にも影響を与える可能性があります。例えば、仮にマルティネス投手の年俸を現在の2億円から4億円に倍増させた場合、チーム全体の年俸総額の約 5.5% をマルティネス投手一人が占めることになります。これは他の主力選手の契約更改や新戦力の獲得にも影響を与えかねません。こうした複合的な課題を抱える中、マルティネス投手の存在は中日ドラゴンズにとって極めて重要です。彼の完璧な守護神としての働きは、チームが少ない得点をなんとか守り抜く上で欠かせません。実際、チームの勝利59試合のうち、実に43試合でマルティネス投手がセーブを挙げています。つまり、チームの勝利の約8割に、彼が直接貢献しているのです。しかし、同時にこの状況は、チームがマルティネス投手に過度に依存している状況も示しています。チーム再建のためには、マルティネス投手を引き止めつつ、他の課題にも同時に取り組むという、難しいバランス調整が求められるでしょう。球団としては、マルティネス投手の保有と、チーム全体の強化のバランスを取るという、難しい判断を迫られています。この決断は、中日ドラゴンズの今後の方向性を大きく左右する重要なものとなるでしょう。最下位からの脱出と、チーム再建の道筋を示すことが、マルティネス投手の残留を説得する上でも重要な要素となるかもしれません。マルティネス投手の去就について、いくつかの可能性が考えられます。まず、中日残留のケースを見てみましょう。この場合、チームの中心選手として活躍を継続できるメリットがあります。慣れ親しんだ環境で野球に専念でき、ファンからの絶大な支持も得られるでしょう。しかし、チームが低迷していることによる優勝争いからの遠さや、他球団と比べて低い可能性のある年俸はデメリットとなるかもしれません。次に、国内の他球団への移籍を考えてみましょう。この選択肢では、より高額の契約を結べる可能性があり、優勝争いに参加するチャンスも広がります。新たな環境での挑戦は、選手としての成長の機会にもなるでしょう。ただし、新しい環境への適応には時間がかかる可能性があり、
中日ファンの反応を気にする必要もあるかもしれません。また、移籍先でのポジションや役割が不確実なことも考慮すべき点です。メジャーリーグ挑戦という道もあります。世界最高峰の舞台でプレーできることは、多くの選手の夢です。高額契約の可能性も高く、キャリアの新たなステージとなるでしょう。しかし、言語や文化の壁、全く新しい環境への適応など、課題も多くあります。メジャーリーグでの地位確立の難しさも念頭に置く必要があるでしょう。最後に、キューバ代表に専念するという選択肢もあります。国の代表として活躍することで愛国心を満たし、プロ野球のプレッシャーから解放されるかもしれません。しかし、プロとしての収入が減少する可能性や、世界トップレベルでの競争機会が減ることは大きなデメリットです。また、キャリアの後半で再び日本やメジャーに挑戦することが難しくなる可能性も考慮する必要があります。マルティネス投手は現在27歳で、投手、特にクローザーとしてはキャリアのピークにいると言えるでしょう。この重要な時期にどのような選択をするかは、彼の野球人生を大きく左右します。過去の事例を見ると、選手それぞれの価値観や状況によって、最適な選択が異なることがわかります。例えば、藤川球児投手は32歳でメジャー挑戦を選びましたが、思うような結果を残せず4年後に日本に戻りました。この例からは、メジャー挑戦のタイミングと準備の重要性を学べます。一方、山本由伸投手は25歳という若さでメジャー挑戦を決意しました。日本球界を代表する投手として、高額契約でのメジャー移籍を実現しました。これは、若さとピーク性能での挑戦の重要性を示しています。菅野智之投手のケースは異なります。彼は巨人のエースとして長年活躍し、メジャー挑戦を何度か延期しています。日本でのキャリアを優先し、国内での実績を積み重ねる選択をしたのです。これは、日本球界でのキャリア構築の価値を示す例と言えるでしょう。柳田悠岐選手も日本でのキャリア継続を選択しました。ソフトバンクの主軸として、チームの中心選手としての役割と球団への忠誠心を重視したのです。これは、一つの球団でレジェンド的存在になる価値を示しています。マルティネス投手の場合、いくつかの要素が決断に影響を与えると考えられます。まず、メジャーリーグという世界最高峰の舞台で自身の実力を試したいという挑戦意欲があるかどうかです。また、現在の推定年俸2億円からの大幅アップを求めているかという金銭的な考慮も重要でしょう。日本、特に名古屋での生活に満足しているかという生活環境の問題も無視できません。中日ドラゴンズへの思い入れの度合いも決断に大きく影響するでしょう。そして何より、マルティネス投手自身が今後のキャリアをどのように描いているかが最終的な決断の大きな鍵となるでしょう。彼がどのような価値観を持ち、どんなキャリアプランを描いているかによって最適な選択は変わってくるのです。まず、読売ジャイアンツが挙げられます。ジャイアンツは今季、クローザーに大勢選手を据えましたが、シーズン途中に怪我で離脱するとその後はバルドナード選手にクローザーを任せるも、手痛いサヨナラ負けを喫するなどクローザーの固定に苦労する場面が見られました。伝統的に実力のある外国人選手の獲得に積極的なジャイアンツにとって、マルティネス投手は魅力的な補強ポイントとなるでしょう。潤沢な資金力を持つジャイアンツは、高額契約を提示できる可能性が高く、常に優勝争いをするチームとして選手にとっても魅力的な選択肢となり得ます。マルティネス投手獲得の可能性は高いと言えるでしょう。福岡ソフトバンクホークスも、マルティネス投手獲得に動く可能性があります。ホークスは今季、リリーフ陣の不安定さが目立っています。上昇チームとして知られるホークスにとって、安定した守護神の存在は必要不可欠です。潤沢な資金力を持つホークスは、高額の契約を提示できる可能性が高く、また、常に日本一を狙えるチームとしての魅力もあります。ただし、パリーグのチームであるため、マルティネス投手が環境の変化を望むかどうかが鍵となるでしょう。これらの球団はいずれも潤沢な資金力を持っています。年俸推定額を見てみると、ジャイアンツは約50億円、
ホークスは約55億円と、いずれも中日の約36億円を大きく上回っています。単純な年俸競争になれば、中日は不利な立場に立たされる可能性が高いと言えるでしょう。移籍、残留いずれにおいても、マルティネス投手の意向も大きく影響します。例えば、チームの競争力を重視するなら、優勝争いができるチームを選ぶ可能性があります。また、起用法にこだわりがあるなら、絶対的な守護神として起用されることを望むかもしれません。生活環境も重要な要素です。すでに馴染んだ名古屋での生活を重視するなら、中日残留を選択する可能性も高くなります。さらに、マルティネス投手自身のキャリアプランも考慮する必要があります。日本でレジェンド選手を目指すのか、それともメジャーリーグ挑戦を視野に入れているのか、また、キューバ代表としての活動をどの程度重視しているのかも判断材料となるでしょう。これらの要素が複雑に絡み合い、最終的な決断に影響を与えることになります。マルティネス投手にとって最適な選択は何か、そしてそれが日本プロ野球界にどのような影響を与えるのか、今後の動向から目が離せません。